徳姫徳姫六百三十六年二月十六日は、戦国時代から江戸時代初期にかけての女性。織田信長の長女。名前は、小ごとく松平信康の正室。嫁入りで、岡崎源と継承された。法名は、美保神公願、桂久大師。長女の徳姫は、小笠原秀政室。次女の熊姫は、本田忠政室。 英六二年十月十二日、終わり国の戦国大名、織田信長の長女として誕生。聖母は、生駒氏と言われているが、織田家雑録には、織田信忠の姉となっているなど、聖母が生駒氏であることへの矛盾を示唆する資料もある。英六六年三月、信長は家康に、徳姫を嫁入りさせる約束をする。英六十年五月二十七日、 三河国の徳川家康の嫡男、松平信康に嫁ぐ。天正四年に徳め、天正五年に熊姫を生んだ。しかし、いつまでも嫡子が生まれぬのを、心配した姑の月山殿が、信康に、元武田氏家臣の朝原正治の娘や、日向寺将の娘など、部屋後をしていた女性を即室に迎えさせたため、この頃から月山殿と徳姫が不和になったと言われている。 また、信康とも不仲になったとも言われており、これを示す資料として、松平家忠の家忠日記の中に、家康が信康、徳姫の不仲を仲裁するために、岡崎へやってきた、と記されている。その頃、信長も岡崎に来たことも記されており、信長も娘夫婦の中を心配してやってきた可能性も推測できる。一時的にせよ夫婦仲がこじれたことがあったことは、 事実であると言えよう。天正七年に徳姫は、父の信長に、月山殿と信康の罪状を訴える十二箇条の訴状を書き送り、この訴状を読んだ信長は、安土城に滞在していた、家康の使者である、堺忠治を通して、信康の殺害を命じたとされる。これにより月山殿は8月29日に、小部村で殺害され、信康は9月15日に、 二股城で切腹した。しかし、この信長の十二箇城は後に過失、修正された可能性があるとも言われており、他にも信康切腹事件に関しては不可解な点が多く、近年では家康と信康の対立が原因とする説も出されている。その後、徳姫は天正8年の2月20日に家康に見送られて岡崎城を出発し、 安土へ送り返され、二人の娘たちは、家康のもとに残していった。大見八幡市あたりに居住し、化粧両殿が、大見町名寺に設定された。天正十年に起きた、本老寺の変において、父、長兄もに死去すると、時系の織田信夫に保護されたが、小牧、長久手の戦い後に信夫と、橋場秀吉の公安に際して、人質として、京都にを構えた。ところが、 天正18年に、信男が秀吉によって改役されたため、生駒市の尾張国氷に移り住んだ。これは、萩原家文書に残された、秀吉の衆院状から秀吉による承知だったことが明らかで、その後すぐにまた京都に居住するなど、徳姫の処遇は、秀吉の支配下にあったことが推測できる。関ヶ原の戦い後は、尾張国の清洲城主となった。 家康の四男の松平忠義から1761国の所領を与えられた。その後は京都に陰性した。寛永7年、八塚忠秀と正室主義姫の間に着死、千松丸が誕生した際には宇母の選定について相談されている。寛永13年正月10日に死去。戒名は、三保新公願、琴勝葛大師。 ありがとうございます。